岐阜の異端児柿です。でーす。4ミスター、スピーカードにかけよう。7はい、ノーペアです。よし、頼む頼む。うわー、くそー。はい、終わりました。めちゃ強そうなのに。光回線ゴミです。あ、もうダメだ。光回線うへぇー。えぇー、マイテオ。強くなってくれ。マイテオだね。あ、で、あれ、あ、僕が2人なの。オランジラ君、ディスコンの間違い。僕氏が2人なの。うん、アンチ、変えてやれよ。変えてやれよ。ジラ君どうした。変えてやれ、船長なんだよ。アイさん、直してきました。ごめんよ、ありがとう。おー、行きましょう。ごめんね。ありがとう。よいしょ。ごめん、ごめんね。パン聞いたことある。対策1個。ごめんね。3個目入ってます。オランジの場を受けた。宝箱から石炭が。はい、はい、僕、宝箱から石炭出たんで、隠しろです。隠しろです。6入れてんでしょ。入れるよ。はい、2個入れた。7ミスあげるから待って。待ってよ、大丈夫よ。パンプン、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 パンプン。俺、この訓練のみんなを救うために生まれてきた。ほんとか。パンプン。ファイナー入れてないかもって、4つはないと隠しろだね。隠しろやん。マジ？よっちゃん。え、じゃあ俺も石炭2個入れたから隠しろじゃん。よっちゃん入れた、僕よっちゃん。よっちゃん、白いのいいよ。そうだよ、白いのですよ。はーい、オカミ島行くわ。弓矢作れたな。行きまーす。弓矢作れた。あれ、オカミ島行きたくない。あー、カキさん帰れ、カキさん帰れ。なんで？え？カキさんじゃない、これ運転誰？運転誰？え？カキさんだろ、声の一致的に。いや、違う、マジで違う、幽霊歩きしてるから大丈夫やって、俺じゃないって。ボクシーって誰？パパさん、パパさん、パパさん。ああ、でもやばい。ちょ、スクラップないけど、キー置いてくよ、ボイラスに。ボイラスにキー置いてくから、直していて誰か。俺、じゃあもうよ、俺、え、ライトと、誰か詰めれる人いますね。行く行く、まとけさん、はーい、じゃあ行ってらっしゃい。はーい。あったら1個欲しいかも。あ、いいですよ。ありがとう。これ、確信もう出てるよ。長い旅に。やべ、めっちゃ食らっちゃった。はい、今何も出てるわ。スクラップよ。スクラップよ。見えないの？あら。誰も、あ、治った。ようやく。含めまーす。はーい。はい、ナイス。どっちに曲げられて、右か。右曲げて、右。右。思いっきり右。これ、たくさんも入れてないっていうのは本当なのかもしれないね。困る。どういうこと？そうなると、パプカキ。え、だから、え、俺さ、俺、ポーカーで開いたやつも含めて2個入れたんやけど。船あっちだよ。はい。34、木材30。おお、ナイス。じゃあ、ヘルサが、ヘル、カキさん。は？まだ右。あれ、怪しいからさ、このシチュー食ってもらって。何が怪しいの？ちなみに。もう別にシチューぐらい食べるけどさ、シチューぐらい食べるけど何が怪しいのか言ってほしいわ。カキさん、白いよ。うん。あなたがこのシチューどっちか判断してください。船どこ？何これ？何これ？船進めれる？乗れないかも。やばすぎて。いやー、もう燃料ないです。マジ？いや、これ死ぬよ、多分。うわ、きつー！きつー！絶対無理だ、これ。やばい。
無理だわ、死ぬわ、これ。ね、死ぬよね。ちょっと高台行こう、高台、高台。うん。やば。え、あんなやばいとこに。あ、石はある。石、ちょっと集めてくれないかな、焚き火。無理か。ないな。いやな。あー、これ間に合わねえ、多分。船戻るか。OK。あ、船戻れる。ダウンしまーす。俺もダウンする、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 ダウンした、ダウンした。無理っすね。無理。登れない。登れないもう無理。無理と思って。俺とレレさん死ぬと思う、多分。木がないなこれ。あれオランジーナっていなくない？そうや。オランジーナ帰られじゃないの？さすがに。いやパン君料理作ってなくないですか？あ。じゃあパン君か。え？ごめん、死んだ。死んだ。死んだ。オッケーでーす、うん。でも、鍵も大事ですよ、船。あー、やば。どうしたものか。死んだ。やばいね。鍵がないから、ちょっと取りに行かないといけないです。なんもないな、物質が。あるかな、鍵。ないねー。ないかも。ちょっと鍵探しとか行ってきます、うん、あ、てか木めっちゃあるやん、宝箱の中。あるんかい。あるんかい。木があった。でも時間もったいないから行かないとな。あ、あそこにあるわ、あのね。どこっすか？牢屋の隣のさ、なんか、海賊の収納箱みたいな名前の、あそこに木12枚ぐらい入れてる。確か。あ、そこに木があって、鍵はなかったです。あ、今そこに木があって、あるんかいってなったんですよ。キャビネットから鍵出てこないか。いや、今晴れてるから探しに行った方がいい。オッケーオッケー。あ、鍵1個出ました。あ、マジ？オッケーオッケー。レレさんでいいよ。レレさんの物資だけ持って帰ってきた、うん、こっちですか、レレさん。じゃあゲーム会社がちょっと戻ります。いや、これやけど、ありがとう。これやっぱ、むずくないか。だいぶきついと思う。ちょっと、とりあえず自分の死体漁ってきて、そこに石炭もあるから動かすね、それで。はい、うん。で、レレさんの死体もどっかにあるから、それをバブケ。あ、取った？はーい。入れ替えて持って帰って。おいおいおい。うん。料理欲しいっすね、そろそろ。で、これバラしてよ、じゃあ、バブケ。俺の死体。はーい、うん、オッケーです。はい。船直すねー。もう、一番、あれ、ボイラー一箇所だけ。ボイラー一箇所。僕まだ牢屋だからに。ボイラー一箇所ならもう入れちゃうよ。俺が持ってる石炭。うん、俺この激ムリ持ってんの。いや、船の位置やばかったな。このタイミングで落ちてんのかわいそう。ワークベンチにスクラップ入れとくね。おい、いっぱいあるから、レレさん落ちたら。これライトタンだ、もう一度。え、ライトなの？え、いや、オランジーナの演技の可能性あるな、これ。いや、ヨタさんも帰ってくると思う。まあまあまあ、帰ってきて東大行ってたんだけど。はい。うわぁ、ライトさんかぁ。ライトさんだよね。うわぁ、えぐ。えぐ。ごめんねー。えぐいなぁ。あ、シチューできた、そうや。クマやった。ご飯だけ食べたい。クマやったの？あ、オッケーオッケー。うん。そうだよな、でも先生が。結構持ってるというか、症状行きました、ライトさんに。はい。
いや、先生がニトロ見せるわけないもんな。あ、6桁目ゼロね。6桁目ゼロ。3人ローヤインは3人ローヤイン。鍵最優先でいいと思います。鍵最優先ね、はい。はい、ありがとうございます。むしろが全部上げて鍵あったろ。はい、今こっち、高田いる。ありがとう。高田に来たら、俺の宇宙の材料がバックメイトないっていうか持ってる。あ、オッケーオッケー。多分すいません、ちょっと戻れないんで。あ、マジ？多分もうちょっとで終わると思うんで、ちょっと続行してください、すいません。とりあえず鍵1個あった、鍵1個あったよ。ライトさんに全てが任された。ライトさん1人で勝てるかな。いや、残念すぎるな。ちょっとあんまり進むと、あされないよ、大丈夫？いや、大丈夫、大丈夫。うん。鍵ある？鍵1個ある、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 1個ある。これ、どういう状況なんすか？いや、どうなんだろう。もう、わかんない。ライトさん次第じゃない？うん。ライトさん次第にしまーす。続けますか。まあ、相方いないんですけど、頑張ります。おー。オッケーです。オッケー。頑張れー。やっぱ先生は、資源だ。いや、これちょっとライトさんに勝ってほしいな。これで勝てたらマジでかっこいいよ。あ、ライトさんに落とされたんですか、みんな。鍵出なかったらワンタールを取り入れられた。はい、はい、はい。起こそう、起こそう、起こそう。あー、出た、オッケー。で、階段横のワークベンチにスクラッパー入ってるから武器をそれで作ってもらえれば。あー、やりましょう。ライトさん、食べ返し、食べ返し、ね。あ、オッケー、ありがとう。で、石炭と木をボイラーの前に置いとくから、後で動かそう、それ。ご飯ない、ご飯。どうなってます？料理何も作ってないよ。船は何で出産に死んだ感じ？うん、ね。位置が悪くて寒さね。ああ、寒さだったんだ。なるほどね。え、人肉置いときますよ、もう中に2個しかないけど。2個しかないの？いや、僕別に2個は取ってないっすよ。いや、分かった。ですよ。このスカスカの口笛やめてほしい。いや、でもこれ全然まだまだ有利やと思う、正直。あっちの方が。料理がなかった。パン君ご飯作りなさい。ああ。焼肉食べまーす。やばいな食料が。うさぎから出てくれ鍵。物資ってどこがどれぐらい抜かれてんのこれ。あらん、あ、とてもあった。あー、えぐ。自己強化してるかもしんないっすね。そうね。1個鍵入れました。お、ナイスナイスナイス。はーい、ナイス。鍵出ねー。鍵あと1個出みたいだよ。はーい。あ、焼肉ある。これ食っていいかな。ナイス。クソ怪しい焼肉食っていいかな。どうしよう。おきに。後で食べるか。おきに、ほんまに、毎度。毎度あり。お願いしまーす。ナイス。2桁持ってたもん。ナイス。あ、やべ、石炭持って帰ってきたの。2桁目と4桁目でか。お、鍵ないよ。マジ？どこで落とされたか教えて。うん。桟橋上の。桟橋上、オッケー。あ、そんなとこまで行ってたのか。これ右って誰か当たった？いやいや、ご飯ないって言ってたから。当たったよ。あのさ。手前のスクラップとかだけ取ってる。下も取ってる、あと。俺も。上から取ってないや。鍵出ねえ。鍵マジでない。まあシンプルに石炭漁ってった方が効率がいいかも。うん、そうですね。取ってないね。そうね、あんまり奥まで行けないね、みんなで行かないと。いや、寒すぎ。うわ、鍵出た、鍵出た、よし。帰る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 。
船どこだ。ここだよ、ここだよ。はーい、オッケー。こっちだよー。オッケー。石炭はあるよ。いいよん。ある石炭。石炭2個あるよ。石炭2個ある。ボイラーに4個入ってる、今。オッケー。置いてある。この人。かきさん。僕最後に。あー、ごめん。でもいいや。ごめんね。まあ。いいの。ジラさん、待っててね、絶対開けるから、ね、ありがとう、ごめんね。うん、ハンコに最初に1個渡したやつで隠したりしてない？ひらがなの言葉大事だからね。いや、でも後ろのね、家にあると思う。家？後ろの家？家？宝屋の中に、宝屋のバックベンチの中に入ってる。なんで捨ててきたの？もらったもの。あ、でもいいよ、俺ご飯集めるわ、じゃあ。俺ちょっと頑張ってご飯集めるわ。はい、頑張って。うん、ミニドークスの死体の中にね、死体多分まだ漁ってない。あ、オッケーオッケー。じゃあそこまで行くね。うん。で、ついでに鍵も見つければ、オッケー。戦争始まってるから僕も始まってる。オッケー。もう俺食料以外取らないんで、あとお願いします。これでシチュー作れる？みんな待ってるよ。マスケ開けるん、これ。マスケ、これどっかゼロなことある？これマスケ開ける？開けるでしょ。はい、シチュー入れたよ。パン君、パン君開けるな。パン君、シチュー、パン君、はい、2個入れたよ、2個入れたよ。それは先生だから。開けないの、全力で。優しさでってこと？あー、そういうことね、優しさでってことか。あー、確かに。でも嬉しくないんじゃないですか。じゃあ、開けて殺そう。開けて殺そう。開けて殺そう。ロッケためゼロね、ロッケためゼロ。いや、先生だからきっと大丈夫ですよ。ライト先生は。ライト先生いけるか。まあ、続けること、そうだね。ライト君から言ってくれたから、その前戦った方がいいね。じゃあ、マスク入れるよ。勝ったよって動画にした時もさ、裏で手加減されてたら。確かに、確かに。いや、そりゃそうだね。確かに。やってね。今、東大のとこですよ。ライトさん、今、東大のとこ。はい。あとね、3、4、5、あ、開いたわ。あ、開いたわ。おお。2秒で帰らせよ、ライト3は途中から。ホワイトアウト打ってるからね。90秒間打ち放題だよ。よーし、ライト3ぶっ殺すぞ。公開地。シチュー食ってからじゃないと動けねえや。キッチンの中で、ね、はーい、2個食べました。オッケー、はい、ありがとう、ナイス。シチュー今手持ちに2つある。何か、祭り今下の方に誰か置いてて、公開し漁師ね。漁師深緑と公開し漁師。あれ、あ、ごめん、漁師じゃないわ。ごめん、牧師やったわ。あ、すいませんね。はーい、牧師、ピラピラね、ピラピラと深緑ね。弾いっぱいあるから、マスケ持ってる人渡せるよ。持ってないよ。みんなで行く？みんなで行ってもいいかも。上登ってるわ、私。はい、あれは公開者なのか。緑みたいな、ほぼ真っ黒だよ。わかんねえ、あの帽子かぶってるやつ。どこ？まあ、知らせませんけどね、石がいる限り。無限駐車編です。無限駐車編。ライスさん頑張れ。上から来ましたよね。うん、上からドッペル。あ、ドッペルなんだ。ドッペルか、これはなかなかだな。あ、ドッペルなら幽体ドッペル。ホワイトアウトだから、帰れないよ。じゃない？もしや。ニット爆破させます？
中にナイスタイル、ニトロパクった、ニトロパクった。もうナイス。中にナイスタイル。ニトロ泥棒してます、今。ニトロ泥棒、頑張れ。ごめんよ、ライト君。飛んでる。ライスさん、すまん。ごめんね。ほい。あ、間違えた。え?お前、もう一度、ちょっと、間違えた。逃げるな。ごめん。ごめん。逃げ。さよならライトさん。ライトさん待って。待って。待って。石食らって。石食らって。あれ石食らわない。くそ。あ、てかめっちゃ寒いです。あ、オッケーオッケー。作る作る。あれ。はい。ありがとうございます。眩しい。え、めっちゃオレンジ。やべ、木が足りねえ。もう一個聞きたかったけど。木持ってない?あ、木ありますよ。あ、ちょうだい。そうすればもう一個釣れるわ。あ、石が足りねえ。たまにいるの誰?ほい。世界がオレンジ色すぎる。3人とも上にいる?うん。スターボーイは今一時9000のドロッシュをあげてます。9000のドロッシュ。あ、それそういう意味やったんだ。そういう意味だったのか。一旦タンマ使ってるから。一旦タンマ。ホワイトアウトと幽霊発見間違えたみたいで一旦タンマ。へえ。なるほど。タンマで逃げた。上にあるよ。どうぞ。いや言うてみんな僕以外多分死んだら終わりですね。そうこれはもう。そうじゃん、てか全員そうなのか、そもそも僕だけ死んでないから、多分そうだ、レイさんも普通にでも死んでるやん。だから僕以外もう何かあったら全員終わるから結構負け筋はありますね。ちょっと負け筋であるニトロも出すわ、いつ怒られるよ、かこの前も熊呼びして怒られてたのに。そんなことがあったんですか。トロール代表。トロール代表。トロール代表パン君。先に落としとくのマジだね、パン君。なるほど。パン君食べようぜ。負けるか、負け筋がパン君だから。負け筋がパン君だから落としとく。これリリさんあげるか。あ、ありがとう。何個ある？一つだけ。あ、もう一個あげるよ。まあでも出る食いは慣れるからな。汚ねえわ。みんなにとって脅威だと。ん？パン君来てる。え？パン、え？え？待って、ドッペルだこいつ。ドッペルだ、ドッペルだ。ドッペルだ。あっちから来たよね。多分あそこの裏にいると思うわ。多分。ちょっと見てみよう。氷山の、あ、氷山の裏いるわ。いるわ。いるいるいる。氷山の裏、ライスさんいるよ、ライスさん。撃たれてる。撃たれてるよ。氷山の裏にいるよ、スターボーイ。ニット運べないです、この。氷山の裏にいるよ。うん、詰めるよ、詰めるよ。頑張れ頑張れ。見てくるわ。僕何言ってもニトロから手離しませんよ。オッケー。はーい。いった。はーい。さん。こんにちは。あーライトさん。ライトさん。出るか。いやーライトさんすごいな。うまいな。あっけみ。いやーこれはいやもうこれはしゃあないよ、ね、うん、いやー勝ってたと思う。めちゃめちゃきつかったの途中、うん、全然勝ってやったね、うん、海外めちゃくちゃ甘かった。あ、開けるよ。はい、開けられた。おー素晴らしい。みんな落ちたよね、ほんとなんかよく。確かに。調子悪いのかもね。ね。よし。痛い。バブ君、なんでそういうことするの？え？ねえ、なんで罠にかけるの？どういうこと？うわ、マジか。
マジか今のなんて動かないのどっかのじゃあなぁ福井を受けろバブルゲームやえ、なんでえ今のなんであ、大きいなこれナイスねナイスナイスファイトナイスファイトポッパーさんも終わりましたよ。3日目から行くか3日目から行くか3日目からいやマジであの船間際やばかった。いややばいね。うん、うん、柿さんだと思ってた本当にパン君に黒塗りされたこれ柿さんじゃないって言ったら俺やってないよ俺って言ったゆる歩きだからって言ったゆる歩き逃げるだろ逃げるだろ曲げたら曲げたら逃げるだろブッシー超強かったのに。いやマジで勝てたよこれは。序盤地獄だった。うん、えぐかった。あんなに船曲げ刺さることなかなかないよ。そうですよ。確かに乗れなかったからね。ね。あの位置すごかったっすね。これ強いよ。あ、乗れなかった。そう、乗れずにレレイさんと俺があの寒さで死んで。ああ、そう。